睇片之前记得订阅如一嘅 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先可以走得更远。AS One Entertainment from Hong Kong, and we're rolling. Hello. Hello. 原作と今回のこの作品との最も大きな違いはどこにあるんでしょうか。原作とそうですね、今回の作品最も大きな違いは、やっぱり人が演じることによって、少し何でしょうね、テーマ性みたいなことが浮き彫りになっている部分というのは結構あると思います。そうですね、僕自身もなぜだと思いながら撮影してましたディズニープラスでガンニバルでなかなかすごい組み合わせだなっていうふうに僕自身も感じてる、感じながら撮影したので、なぜだろうというのは同じように僕も感じてますただこういったテーマとかジャンルは全世界問わず見られるものなので、そういった意味ではすごくいいチョイスをしたんじゃないかなというふうに僕自身は思います。シリーズ系 の、まあ、この作品をの監督を務めたいという、何かその希望というか。ああ、そうですね、面白いそうな企画であれば何でもやりたいと思ってます。記憶に残っている部分っていうのは、撮影の中でなるシーンってことですか。ね、やっぱり家族と過ごしている場面っていうのは、まあこう温かい場面だったり、まあだんだん、まああとこの家族の課題を乗り越えていく雰囲気だったり、割と好きなシーンが多いですね。I think the scene with the family, both whether it's about trying to solve the family issues or just having a family member together, I think there's a lot of good scenes, memorable scenes. 本当に若い頃に受賞されて、その時はもちろん世界の方の前でというかで、ね、そして今回またストリーミングという形で世界にもう一度皆さんに見ていただくという機会がより多くなると思うんですけども、今回そういう例えば設定から見た時にどういう楽しんで撮影されましたでしょうか。やっぱり撮影している最中にやるってことは、やっぱり監督と話し合ったり、まあ、ストーリーをよりどうやったら面白くできるかなっていう、実は今までやってることとあまり変えようとしてないんですけど、ただこの例えばシンガポールでこういう会場で会見ができるとか、今こうやって香港のメディアの方とにガンニバル日本の作品をこうプロモーションできてるっていう、実はこういうところでより実感してて、あと韓国のメンバーだったりいろんな世界のクリエイター、アジアの最先端のクリエイターと会えてるっていうことが何より刺激になってます。Also given an opportunity to the
together with the other creative people, for example, from Korea. So now I'm feeling more strongly about being a part of this.